はい、こんにちは。秋のゲームことラスクラ実況です。はい、それではいよいよ本日の公式生放送で発表されますペルソナ5ザロイヤルとのコラボについて予想していこうと思います。私ラストクラウディアというゲームの予想を担当しておりますので、これはさすがにやっとかなあかんなと思いますので、で今回はですね、実装ユニットとあと属性ですね、そちらの方まで、ちょっとね予想していきたいかなと思います。で少しね性能にも触れていこうかなと思います。まず公式生放送のですね、サムネイルの方がこうなっていまして、でそちらに描かれているキャラクターが3体いますね。ラストクラウディア以外のキャラクター、ペルソナ5ザ・ロイヤルのキャラクターが3体描かれてますんで、実装されるユニットはこの3体でまず間違いないと思います。まず1人目がジョーカー、ペルソナ5の主人公です。テレビアニメ版だと雨宮蓮という名前が設定されています。でこちらコメントでね教えていただいたんですけれども、他のコラボ例えばパズドラとかコトナマンでは闇属性なので、こちらも闇属性で確定だと思います。でもう一体がバイオレット吉沢かすみ、こちらはペルソナ5ザロイヤルのヒロイン的存在です。同じく他コラボで光属性なので、こちらは光属性になりそうなんですけれども、正直光属性って最近実装されすぎですよね。なのであえてその辺は外してもらって、最近実装されてない水属性とか雷属性とかの方に行ってもらえると嬉しいんですけれどね。もう一体が黒明智五郎です。でこちらは主人公のライバル的存在なんですけれども、で他コラボではこちらも光属性なんですよ。ただしパズドラではですね、副属性に闇属性を持っているんで、両方の属性の技を持ってくるという可能性もあります。でおそらくなんですけども、これ3体とも僕はぶっ壊れ性能だと思っています。というのも、まず3周年の後に来た最初のコラボです。3周年以降実装されたユニットって英雄王とシンアリス、そしてミューレン、この3体なんですけども、いずれもこれまでとはレベルの違う高い性能を持っています。でその後に来るコラボですからね、正直今このコラボから始める新規勢の方にとって納得のいくというか、これまでのユニットよりも遜色ないような性能を持ってくると思います。シンアリスまでとは言わないと思いますけれども、そこにつながるような性能を持ってるんじゃないかなと。でもう一つ理由があって、それがタルタロスの迷宮です。先週から始まった新コンテンツなんですけども、超高難度クエストで、皆さんねかなり苦労しつつも楽しんでると思いますけれども、それがベータ版とはいえ開催中の今、この今に始まるコラボのユニットがそこで活躍できないようなはずはないと思うんですね。なのでこのコラボユニットを揃えることさえできれば、ある程度の階層まで進めることが楽になるような、そういう設計にしているんじゃないかなと。特に思うのが攻撃性能もそうなんですけども、麻痺性能持ちね、麻痺持ってるユニットって限られるんですけども、もう困った時って麻痺に頼ることって多いじゃないですか。なのでそのあたりの性能を持った新世代のデバッファーっていうのが実装されるんじゃないかなと期待しています。この辺はねちょっとね希望的観測もあるんですけどね。であとは今回配布ユニットはあるのかっていう点なんですけども、おそらくあると思います。で配布ユニットの流れってですね、今の流れってできたのがちょうど1年前のハガレンコラボですね。去年の7月のハガレンコラボの時がアルが配布だったんで、それと同じような流れで今回もあると思うんですよ。ただそれがどれかって悩むとこなんですね。多分なんだけども、僕はバイオレットじゃないかなと。で要はジョーカーは闇属性で、黒は光属性で、出してきて1周目2周目でね、でバイオレットはどちらでもないような属性のキャラクター、もしかしたら無属性っていう可能性もあるんだけども、希望としてはね、今水属性氷属性がね欲しいところではあるんで、その辺で来てくれたら嬉しいかなと思うんですけれども、おそらく配布はバイオレットかな。黒の可能性もあるんだけどね。あえてね女の子はですね、ガチャキャラとして置いとく可能性もありますよね。それもあるんだけれども、それを言い出したらね、主人公のジョーカーって可能性もありますからね。新規コラボがエレンが配布だったんで。ただ予想やとしましてはですね、最後にちゃんと言い切っとこうと思うんですけれども、僕の予想はジョーカーは闇属性で、黒が光属性で、バイオレットが水属性で配布というふうに予想しておきます。ぜひ皆さんの予想もですねコメントに書いて教えてもらえばなと思いますし、何かしら参考になる点ありましたらぜひ高評価もしておいてください。で今日の夜はですね、まだ19時からですけども、公式生放送がありますので、そちらの方でたくさん情報が出ると思いますので、それを踏まえましてですね、また動画の方を作りますので、よかったら次の動画も見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。
ではまた。